皆さん、お久しぶりです。ブック主です。最初に断っておきますが、今日は模型のお話のみとなりますので、制作動画ではありません。今回の趣旨としてはですね、たまにはさ、模型関係について語り合おうぜ。こんな感じです。お話だけというのもいいかもな、と思いついたのですが、初めての試みなので果たしてどうなるやら。模型制作しないのって初めてだね。でも、ここに模型があるけど。次回の作品だろうね、多分。次はこれを作るのか。ああ、こらこら。ダメだよ、勝手に触っちゃ。それは依頼主に渡す売り物なんだよ。依頼主、売り物って。うちでは模型を制作するのがほとんどですが、たまには例外もあります。キットを依頼者の代わりに入手することもあります。もちろん、上乗せなしの価格で。ご所望のものがうちの倉庫にあればいいですが、なければ購入します。というわけで入手するものは何も制作用とは限りません。ブック主、今回どうして模型のお話だけなの？最初に言った通りだよ。本当のこと言いなさい。何か隠してるでしょ？あははは。実は、模型を作って動画にしてアップするまでの間があまりに開きすぎると、ようつべさんに怒られて動画をあまり紹介してくれなくなるから。知っていることを話して動画にするだけならそんなに負担かからないので。まあ、このチャンネルでのネックが制作のスピードが遅すぎるから、動画がなかなかできないというのがあるからね。そんなわけでインターバルが開きそうな時に動画投下しようと思っただけだよ。なるほど、それが本音か。いやまあ、話だけでもいいんじゃないか、と思いついたのも本当だよ。模型を作っている時だとどうしても制作の解説がメインになっちゃうからね。前回みたいにデカールの話を深掘りして解説しようと思っても尺が足りないからね。組み立てと塗装の時の主役は私たちだからね。ブック主は蚊帳の外。それひどいな。だから今回お話をメインにできたらと思ってね。でも今回デカールのお話じゃないんだね。初めての試みだし、今回はテストみたいなものかな。それに模型のお話って言っても、そんなに知識を持っているわけではないから。もしかしたら、今回のネタを第2弾、第3弾とやるかもしれないよ。今回のお話って、模型の入手、ってなっているけど。うん、だって模型を作るときはまず手に入れなければならないだろう。手に入れるって言ったって、買うしかないでしょ。どこから？当然お店でしょ。考えられる模型の入手の手段としては、さっきの話に出てきた、お店に行って買う、ネットショッピングで買う、ネットオークションで入手、人から譲ってもらう、くらいかな。そうだね、多分それくらいだろうね。最初のお店に行って買うについて、まあ、最も一般的な方法だと思う。実際に足を運んでお店でプラモを見るのってとても楽しいし、何軒もはしごして目当てのものを手に入れると本当に満足感があるからね。模型以外でもお買い物って楽しいよね。そうだね。服とか靴は自分の目で実物を確認したり試着しないとね。店に行ってサイズが合わなかったり不具合を見つければ他の商品を選べるしね。模型でも同じようなことが言えるね。今はもうできないけど、昔は箱に封がされていなかったからその場で中身を確認することができたからね。今はセロテープやビニール紐で箱が開けられないから見ることができないけど、買って家に帰って組み立てる前に部品の破損など見つけられたら、その商品とレシートを持っていけば返金もしくは他の商品と交換してくれるから、家に帰ったらできるだけ早く買った商品の箱を開けて確認するべきだね。ただ、近くに模型を扱っている店があればいいけど、地方に住んでいたら移動時間をかけても街中に行かないといけないから、下手するとお買い物で半日か1日時間がかかるのが欠点かも。確かにね、時間かけてやってきたから短時間で家に帰るのはもったいないような気がするからね。それに遠路はるばるやってきてもお目当てのキットがお店にないということもありそうだし、それが数店舗探してもなかったらがっかりだね。次はネットでの買い物についてどうだろうか。ネット通販とオークション、フリーマーケット形式のものがあるね。ネットオークションやフリマアプリは使ったことがないから詳しいことは言えないけど、個人とのやり取りになるからトラブルが多いというのは考えられるね。当たり外れがあるということかな。まあ
それはネットでの買い物全般に当てはまるだろうね。だって買う前は写真でしか商品を見れないわけだし、思ったものとは違うということもあるかも。それと商品に不具合があった時の返品、交換に手間や時間がかかるのが欠点だね。だから商品が届いたらすぐに中身を確認することをおすすめするよ。ある程度経過すると返品できなくなる場合があるからね。その反面、自宅で買い物ができるのでものすごく手軽だよね。出かける必要がないから時間の節約にもなるし。そうだね。それに扱っている種類も量も多いし、欲しいものを手に入れられる可能性はネットでの買い物の方があるよね。ただ送料がかかるね。それは実際の買い物でも電車代とかガソリン代かかるじゃん。送料に関してはそのサービスの会員になったり、一定額以上の買い物で送料が無料になることもあるけどね。最後に人からもらうというパターンだけど、まあよほどのことがない限りはないと思うよ。そんな気前のいい人はそうそういないでしょうし。じゃあレアケースということで話はこの辺りでやめとこう。先ほどの話をまとめるとこんな感じだね。買い物に行くのとネット通販とではほとんど逆になっているね。どちらにも共通しているのは移動や送料にお金がかかることと、買ったものはすぐに中身を確認した方がいいということかな。まあ不良品は稀に存在するからね。できれば昔みたいに買う前に中身を確認できればいいんだけどね。今じゃ無理だね。そういえばグップ主この動画の最初に出てきたけど、どうしてこんなに作っていないプラモがたくさんあるのかな。それはまあそのあれだ、大人になって趣味にお金をつぎ込めるようになると衝動買いやらでどんどん溜まっていってね。罪プラって言うらしいけど、作らないのにどんどん買っちゃうなんてお金がもったいない。グップ主もなんでこんなに在庫溜まっているの。買う前に作りなさいよ。どうしてこんなに買っちゃうの。しかも同じものを買う必要ないでしょ。私の場合は原因としてはまだネット通販というのがない頃の話でね、手に入れるためには模型屋さんに行くしかなかったんだけど、ある店で偶然見つけたキットがあってね、その時はそんなにお金持ってなかった上他に買うものがあったので見合わせたんだけど、翌日なぜかどうしてもその見送ったキットが欲しくなってきて、次の休みの日にその模型屋に行ったんだけど、すでに売れていてね、入手できなかったんだ。仕方がないからいろんな店を回ってみたんだけど全くなくてね、休みのたびに模型制作そっちのけで模型屋に通うといった羽目になってしまった。あの時に無理にでも買っていればと後悔したね。結局数ヶ月後になんとかゲットできたけど、そのために探し回った時間かなり浪費したからね。その時間があれば模型制作に時間かけられたのに、そう思った。それ以来気になったものがあったら買うようになってしまったし、2つ、3つと同じものをキープするようにもなってしまった。というわけ、まあ模型に限らずその時見かけたら買っておいた方が良いというのはよく聞く話だからね。理由は分かったけど、なんとなくだけどね。それでももったいないね。そうは言うけどさ、完全に無駄というわけではないよ。その時にキープしておいたおかげで今じゃ入手困難なプラモが手元にあるからね。まあ確かにうっぷ主の言うことにも一理あるんだろうけど、あくまでも予算の範囲内で買っているからね。ただこんなこと言っておいてなんだけど、これは私から見ても買いすぎたと思う。当たり前でしょ。今回のお話動画はどうだったかな。まあうっぷ主の言う通りたまには良かったんじゃないかな。そうだね、お話だけというのもいいかもだね。ところでうっぷ主、今回どうしてこの話題にしたの。それは昨年の出来事が影響しているかな。昨年何かあったの。うん、実はこの一件でお話の動画の初回動画はお店の話題にしようかなと思ったし。じゃあその話を。うん、ちょっとネガティブなお話になっちゃうけどね、あれはちょうど1年前だったかな。ちょくちょく買い物に行っていた模型屋さんがあってね、品揃えが良くてガンプラをはじめ他のジャンルの模型も豊富だったし、工具や塗料もたくさん販売していたから選ぶだけでも楽しかったんだけど。だけど
何か不満があったのかな。いや、だから今話しているだろ。あ、そうだった、ごめんごめん。ある時一つの模型を見つけてね。飛行機模型だけど、今まで戦闘機ばかり買っていて雷撃機は持っていなかったから欲しくなってね。でも2400円と高め。最近模型の値段も上がっているからね。それにしても、2400円って。その模型、実は25年前には800円くらいで手に入ったものなんだけど、現在は円安の影響や輸入業者が変わったりで、多分その影響で高くなったんだろうと、それなら仕方がないと思ってね。それで割高なのは承知で買うことにしたんだ。それなのに買うって、どうしても作りたかったの？私なら他のキットにするけどね。問題は、レジで起こった。他にも消耗品とか買っていたからレジでの精算を待っていた時、レジの表示でチラリと2700円って見えたんで、そんな値段のもの買ったかな、と思って会計後レシートを調べてみると、なんとそのキットが2700円。店員さん、これ2700円じゃなくて2400円でしょ？そう言って箱に貼ってあるラベルを見せてたら、店員さん、ちょっと考え込んで別の機械にバーコードをスキャンして値段を調べ始めてね。こちらのミスですね。この商品の値札間違えてました。って言うから差額返金になるかと思ったんだ。まあ、間違いは起こるものだからね。差額を返金で解決でしょ。ところが。で、どうされます？どうされますって、どういうこと？返品されますか？この商品2700円なんで。何それ、2400円のラベル貼って売っておいて2700円で買えって言ってくるの？うん、そういうことならわざわざ高騰している模型を買うこともないと思って返金希望したんだけど、そしたら、私返金手続きができませんので社員呼んできますって待たされてね。で、その社員が来て返金は終わったんだけど、この後がひどくてね。どうしたの？これ、お客様都合の返金になりますので、ここにサインお願いします。何それ、ひどすぎない？店のミスから起こったことなのにお客様都合って。うん、呆れ果ててもう怒る気も失せたよ。そのまま店を出て二度と行っていない。まあ、そうなるね。さっきササラも言っていたけど、気をつけていてもヒューマンエラーは起こるからね。それについて責めるつもりはないけど、ただその後の対応がまるでなっていなかった。そうだよね、私でもそんなお店は二度と行かないね。まあ、ネットで調べてみたら、そのような対応の仕方もあるようだけど、ただこれは桁一つ間違えてたなどで、あまりにも金額差が大きい場合の話だったし、これとは反対に、差額分返金で対応するという意見もあったから私の反応がおかしいとは思わない。金額は300円と少額だけど、問題なのは接客と対応だからね。そうだね。これがお客様都合の返金になるのは変だよね。しかも待たせておいてそのことに関してもお詫びはなかったし、とにかく今後もその店は利用することはないと思う。そこに行かなくても近くに量販店もあるし、ニッチな商品ならネット通販で買えばいいでしょうからね。ただ、現在も営業している店だから、ここで店名を出すのは控えさせてもらうけど。そういうことをしていると、そのうちお客さんも減ると思うよ。そうね。ここで晒すまでもないよ。接客絡みで言うと、もう一つ話題があるんだけど、聞きたい。何何、もう一つあるの？この際だから吐いちゃえ、うっぷ主。オーケー、それじゃあ話すかな。もうこの店営業していない上に、店舗もなくなっているみたいだし、若い頃から模型を趣味にしていたから、模型だけではなく模型雑誌も買っていたんだけどね。ある日模型雑誌の広告欄を見て偶然見つけたのがあってね。これなんだけど、見てもらえるかな？ねえ、ここの店主、子供嫌いなの？まあ、誰が見てもそう思うよな。ガンダム、ミニ四駆など幼児向け模型は全く扱っておりませんって。扱っていないから来てもらっても無駄足だよって言っているのかと思ったんだけど。次の広告では、お子様連れのご来店は遠慮くださいって書いてあるから本当に子供嫌いなんだろうね。びっくりだよね。模型を趣味にしている子供はこれから先も商品を買ってくれる常連さんになってくれる可能性が高いのに、それを締め出しちゃうなんて。
こんな模型屋さんがあるんだ。正確にはあったんだ。だけどね、ネットの情報では店舗はすでに更地になっているらしい。まあ、そうなるでしょうね。そんなことしていたら。ネットの情報って言っていたけど、検索したら出てくるの？模型屋さんの話題では結構有名だけど、店の名前で検索しないとかからないかな。だけどうっぷ主、いくら変わった広告を見つけて、ネットにも情報があったからといって、このようなネガティブな形で動画に上げなくても。うっぷ主自身がその店に行ってひどい目に遭ったのならともかく。それなら、大丈夫だ。実はね、私が若い時、一回だけ行ったことがあるんだよ。模型雑誌の広告を見て印象に残っていたから。その地方に行ったついでに寄ったんだ。でもかなり遠いでしょ。他県どころか地方も違うし。〇〇県から遠路はるばる行ったの？こら、個人情報ばらすんじゃない。〇〇の国からわざわざ。旧国名でもダメ。なんでまた、変わった広告見たからって。そんな店に入ったら、どうなるかわかるでしょ？うん、全くの予想通りだったよ。居心地は最悪だった。入ったのが暗くなってからというのもあったんだけど、お客さん全然いなかったし、何か買おうにも買いたいものは見当たらなかったし、かといって何も買わずに出にくい雰囲気だったから、適当に何か選んでレジに行ったけど、店主に睨みつけられたし、めちゃくちゃ感じ悪かったよ。やっぱりそうだったんだ。でもうっぷ主、そんな目にあったのに全然怒ってないね。最初の返品の話ではかなり嫌味は言ってたけど。そうだね、懐かしいというのもあったけど、ある程度どうなるか予想した上で入店したからね。想像通りだっただけって感じだったし。それに白状すると。何何？その模型屋に入る前に、実はすでにブチ切れていたから。それどういうこと？その日のお昼にね、模型屋じゃないけど、ある店に入った時、そこの店主の接客が最悪だったんで、そこですでに頭に血が上っていたということ。それはそれは、さっきの子供嫌いの模型屋の接客がマイルドに思えたくらいにね。まあいろいろ不快な思いをしたんで、翌日は朝早く新幹線に乗ったけど。なんだか大変だったんだね。災難というしか。今となってはそんなことあったなーってちょっと懐かしいけどね。今回初めての模型制作抜きでお話だけの試みだったけど、どうだったかな？再生回数が多ければいいけどね。模型制作のスピードが速くないから合間合間にこのような動画を入れていくつもりだから、見てもらえる動画になるように頑張ります。そうだね、動画の数も増やすためにも有効だよね。そうそう、このチャンネルの充実のためにも必要だね。もっと頑張らないとね。うっぷ主、そろそろ。あ、時間か。それでは皆さん、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。